って、経済産業省が出したスポーツベッティング、それは読売新聞が報道したんですけども、これははっきり言いますとね、読売新聞がこれを書いたのはものすごく否定的に書いたんですよね。というのはプロ野球がその賭けの対象、賭博の対象になると絶対に読売はやりたくないので、なぜやりたくないのかというと、私はトトの時に大賛成して衆議院の文教委員会で喋ったことあるんですけれども、企業の対象にするとなると企業スポーツはダメなんですよね。小林さん、はい、理由わかる？企業スポーツはスポーツの賭けの対象になり得ないっていうの。企業は、うん、そういうことしちゃいけないからじゃないですか。そんなことないですけどね。いろんな企業あるでしょ、はい、というとその企業にとってその取引相手の優劣をつける企業もできるわけですね、はい、それとあなたの商品取り扱いませんよ、ここで勝負に勝ったらなんていう企業が出てきたら、はい、八百長とは言いませんけれども、勝敗にも影響が及ぼしかねないと、はい、少なからずありかねないですもんね、そこにマスメディアがあったらどうなるでしょうかというようなことを私衆議院で喋ったんですけども、はい、それを非常に気にしているのは読売新聞社ですね。なるほど、ジャイアンツありますからね、やっぱりその辺大問題だと私は考えておりますが、ノーボーダースポーツでは話題のスポーツニュースをオペエド視点でお届けしております。この機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。